最近はもっぱら、バイスとウェルの物語にハマっている私だが、バイスとウェルは何も完全に隔離された別世界ではない。輪廻する魂の休息や修練の場所として、海と陸の間に存在していた。本来なら静止以外にバイストン・ウェルと地上を行き来することは不可能なんだが、バイストン・ウェルにいるフェラリオの持つ不思議な力でそれを可能にしたんだ。バイストン・ウェルには3つの種族がいるんだが、その中でも特殊な力を持つ。フェラリオにはまた3つの形態で分類される。羽の生えた妖精のような見た目のミフェラリオ。修練を積み力をつけると羽はなくなり、人と同じサイズになるエフェラリオ。そしてエフェラリオをさらに凌駕する力を持つチフェラリオ。バイストン・ウェルと地上に関与できるのはエフェラリオからなんだ。あの国の地方領主だったドレイクルフとは、エフェラリオのシルキーマーを捕らえ、脅して地上から人間を召喚したことが全ての始まりだったんだぜ。そんな聖戦士ダンバインの世界でも特殊な生態をしていたフェラリオの中から、今回紹介するキャラはミフェラリオのベルアールだぜ。ナの国の女王、シーラ・ラパーナに仕えているベルアール。これまでミフェラリオから、シャムファウ、エルフィノを紹介してきたが、基本的にミフェラリオは飛ぶためもあるんだろうが、線が細い。だがベルアールはぼってりしている。容姿からもわかるがまだ子供で、無邪気で泣き虫。バイスとウェルの未来がかかった戦争の中でも、子供ならではのどこかずれた発言が笑わせてくれるんだ。そのずれた発言でエルフィノから叱られ、泣くってのがお決まりのパターンで、泣けばシーラ・ラパーナも心配してくれると思いきや、思いっきりスルーされてたのにはほんと笑わせてもらったのぜ。だがただの泣き虫じゃないベルアール。フェラリオの勘なのか、悪い地上人を本能的にわかっているような描写があり、少女魔のような味方にはすぐに懐いていたりと、人を見る目があったり、どんなに危ない場所でもシーラ・ラパーナのそばにベソをかきながらついてくる姿は結構涙腺に来るのぜ。シーラ・ラパーナの愛情を全身で受け取る可愛いベルアールは、出番こそ少なかったが、その言動一つ一つが破壊力抜群だったんだぜ。小型の自伝式核爆弾を、鳩時計と言い、最終話ではまさかのメタ発言でエルフィノからきついツッコミを食らう、そんなベルアールの活躍をぜひ見てもらいたいのぜ。もうこんなやりとりするから登場しただけで何をやらかすのか期待しちゃうよね。だから好きだぜベルアール。最後までご視聴ありがとうございました。